アリーナ内部クライメットプレジアリーナはアメリカ合衆国ワシントン州シアトルのダウンタウン北部のシアトルセンター内にある屋内競技場ワンバのシアトルストームの本拠地でもある NBA のシアトルスーパーソニックスも2008年まで使用していた1962年にシアトルセンターコロシアムとして会場1974年には NBA オールスターゲームを開催 収容自民が1万4000人しかない関係で、ソニックスはプレイオフなどではキングドームを利用していた。雨漏りも起きたことがあり、1986年1月5日のフェニックス・サンズ戦は NBA の試合で初の雨天中止となってしまった。また、1972年にはスペンサー・ヘイウッドが雨漏りのためスリップして膝を負傷するといった事態も起きていた。 1994年に大規模な改修工事を行い、キー銀行の命名権取得でリニューアルをオープンした。収容人数も3000人増加した。改修工事中、スーパーソニックスの本拠地はマーサーアリーナで試合を行った。また、コンサートやアイスホッケーの試合も行われているほか、毎年8月には、ドタニの世界最高賞金額の e スポーツ大会座。 インターナショナルが開催されていた。ありがとうございます。